宋代の天目茶碗天目茶碗は、元は茶葉の産地だった、天目山一体の寺院において用いられた、天目山産の茶道具で、天目湯と呼ばれる鉄湯をかけて焼かれた、陶器製の茶碗のこと、長石と石灰岩、鉄湯を原料とする湯薬を使用する。鉄湯を用いて焼かれた陶磁器は中国においては、州の時代に遡るが、本格的な製造は、陶新機に、 現在の石膏症にあった特器を使用で焼かれたものであるとされている。白磁や政治と違い、酸化省制でも還元省制でも見た目に大差は出ないため黒磁の生産は比較的容易であり、日常用の陶器として各地の窯で焼かれた。創意後、白茶の流行とともに鉄釉をかけ文様を施した茶碗が茶人の間で珍重されるようになり、盛んに制作されるようになった。 天目茶碗の最初の文献記録は、北宋の文人官僚だった東国が清子録に記した剣用んの茶碗に関する記述である。その頃日本では、禅宗が盛んになった鎌倉時代にあたり、中国禅宗の中心であった石膏の天目山に留学した禅宗が、喫茶の習慣とともに、これを日本に持ち帰ったことから、鉄油のかかった茶碗を天目と称し、 その中でも、特に、すっぽん口を有した二段の口作り構造となった、天木の茶碗は、中の茶の保温に優れたものとして、茶道を愛好する者に好まれたために、こうした茶碗を、天木茶碗と呼んで珍重して、大捨て前、基人天などの重要な茶会などの際にも用いられた。天木を焼くために用いられる釉薬は、釉薬の中に含まれている鉄分によって黒く発色する。 鉄分の含有率が1から2%ならば、政治となり、15%以上なら黒字となる。したがって、鉄分の含有量によって、その色合いが異なり、鉄分が少ない天目は雨優、アメユ多い天目はカキユとも称されている。天目ジャワンの代表的なものとして、現在の福建省南平市県陽区に、ある建用で作られた県産と呼ばれるものや、厚生省基地案件にある、 七州で作らられれた大川さん、っぽが挙げられる。前者からは、洋変天目、湯滴天目、廃棄天目、乃木目天目、または、棒目天目。後者からは、この葉天目、文字天目、乱天目が派生した。特に最上級とされる洋変天目は、現在では、全世界に、良校院、聖火堂文庫、藤田美術館、 ミホミュージアムに伝えられている4点しか残されていないとされ、前者3点は、国宝、ミホミュージアムの1点は、重要文化財に指定されている。他にも、河北の河南天目、朝鮮の高麗天目、日本の菊花天目などが著名である。なお、美の焼きには、白い釉薬をかけた茶碗で、白天目と称するものがある。ABCD 法坦。 中国と茶碗と日本と小学館2012年、ISBN 9兆7840億9388万2583、PP102 から110、茶葉の種類とは別に、茶道の手法で茶の色を白く立てたと言われる、洋変天目器に宇宙を見る。NHK ニュース。オリジナルの2013年2月7日、時点におけるアーカイブ。 http://megalodon.jp:/2013-0207-1610-13-www3.nhk.or.jp:/news:/html:/20130207//t10015354641000.html:2013 年2月なの閲覧元は 淀半ハ稲葉家に伝わっていたため、洋変稲葉天目という通称がある。この天目茶碗を洋変天目と呼ぶかどうかは、議論があり、湯滴天目であるとする意見もある。日本産のものでは、唐津焼き、薩摩焼き、美濃焼きの天目茶碗が伝わっている。ありがとうございます。